今回の追加調査は今年3月の調査時に柏市などを流れる河川金山落としにつながる2つの水路で有害物質の p f o と p フォアが基準を大きく超えていたことから県と柏市がこの水路のより上流の地点5か所で実施しました県によりますと調査地点5か所のうち4か所で基準を大幅に超える数値となり 最も高い地点では1リットルあたり2万1000ナノグラムと基準の420倍もの数値が検出されましたこの地点には鎌ヶ谷市の調査で基準を超えていた井戸水を使っている住宅などの生活排水が流れ込んでいる可能性がありますが明確な原因は分かっていないということです一方で調査した水路は 海上自衛隊の下房航空基地に隣接していますが県が先月基地内の現地確認を行ったところ PFOS と p フォアを含む薬剤の使用や保管は確認されなかったということです県は引き続き原因究明に向け調査を進める方針です